ご搭乗いただきありがとうございます。当機の機長兼ガイドを務めさせていただきますマックです。どうぞよろしく。本日も天候は晴れ、地上付近の気温は33度、いつも通りの良い天気です。これよりマリンスポーツや陸上の遊びを満喫できる魅惑の常夏リゾート、カワウイマリンリゾートの魅力を皆様にご案内させていただきます。短い時間ですが空からの眺めをお楽しみください。当機はただいまミスティックジャングルの上空を飛行中です。ジャングルの奥には大きな滝と遺跡があり、ここマリンリゾートの観光名所の一つとなっています。皆様滝の方をご覧ください。この滝はこの島を訪れたならば一度は行っておくべき見どころの一つです。ジャングルを進んだ先に突如現れる大きな滝の雄大さに感動することでしょう。皆様もぜひ足を運んでください。余談ですが、私は悩んだ時はジャングルを散歩するんです。遺跡で悩みと向き合った後、滝の前で水の流れに耳を傾ける。そうすると不思議と悩みがなくなるんですよ。お客様の中にも悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、試してみてはいかがでしょうか。当機はメリーシー上空に到着いたしました。ここメリーシーはホテルや建物が立ち並ぶサンシャインビーチと自然のままの姿を残すエターナルビーチに囲まれ、美しい景観が大変人気のエリアとなっております。皆様、海岸の形にご注目ください。その特徴的な地形からメリーシーはピース食べられたピザに例えられるなど、そういえばこういう形のゲームの人気キャラクターがいますよね。本日はご搭乗ありがとうございました。遊覧飛行はいかがでしたでしょうか。皆様のまたのご利用をお待ちしております。それでは間もなく着陸いたします。ありがとうございました。